はい、次は戦王の兜ですね。双子山の南に潜む枯れ木谷の沼にってことなんで、ここを目指して飛んでいます。それっぽいかな。沼だったらもうそれだね。それっぽい。お、普通に沼の中じゃなかったか。はい、危ない。ザントの兜、これが気持ち悪いんだよな。黄昏の世界でいいのかな。トワイライトの世界に君臨し、冷酷非情と恐れられた戦王、その戦王が身につけていた兜と言われている。凍結無効装備。服も欲しかったな。服も欲しいな。まあ、これはもう完全にトワイライトプリンセスのキャラクターですが、まあ、この戦王っていう、まあ、読み方もちょっと分かんなかったんで、そのついでに意味も調べてみたら、その王の身分にないのに、まあ、自分で王と名乗っているもののこと、まあ、そういう意味っていうことらしいんですけど、実はまあそのザントというのはトワイライト、まあ、影の世界の王を名乗っているんですよね。で、影の人たちっていうのはもともとはね、光の世界の人で、ただなんか悪いことをしようとして、それがバレて影の世界に追放されたっていう、なんかそういう話だったと思うんだけど、今はもうなんか多分孫じゃない、子孫になってて、普通に平和に暮らしてたっぽいんだよ。うん、ただこのザントはなんかどっちかっていうと平和路線じゃなくて、なんかなんだろう、過激派？うん、なんかそんな感じで、なんやかんやでね、王になれなかったんだよね。で、うわーって、うわーってなってたところに、このトワプリもガノンドロフがね、ラスボスなんだけども、ガノンドロフがね、現れて、力が欲しいかと。力が欲しいかって言われてね。で、まあ、それを利用して、その時の、まあ、王をね、こう、追放、逆に追放して、で、自分が王だと名乗り始めたということなんですわ。うん、ことなんですわ。ただこのね、ちゃんと仮面からもわかるんだけどさ、ちょっとさ、おかしいじゃん。でね、動きもね、おかしいんだよ。間抜けっていうか、コミカルなんだよね、すごい。今回でいう、甲賀様にね、すっごい似てんの、動きが。かませ犬感がすごいというか。なんか残念王みたいな、なんか残念な王って呼ばれてる人です。はい。で、次はこの悪霊の鎧っていうのを集めてみたいと思うんですけど、これは3つあるんですよね。なのでどんどんちょっとバババンってやりたいと思います。ファントムガノンカブト。ファントムガノンか、悪霊って。二つ目、ファントムガノン鎧。装甲でいいのかな。はい、じゃあ見てみよう。かっこいい。かつて大魔王が自らを、もし作り出した悪霊がまとっていたと伝えられる不気味な兜。まあ多分だけど、ファントムガノンでね、まあよく出てくるんですよね。まあガノンドロフの生き霊みたいな感じなんだけど、これは時岡のファントムガノンなんだと思うんだけど、違ってたら申し訳ない。あの森の神殿のボスとして出てくるのがこのファントムガノンで、まあ第二形態くらいまであるんだけど、まあ共通して言えるのが、ファントムガノンっていうのはふわふわ飛んでって弾をこう打ち合いながら倒すっていうのが大体多いかなって思うんだけど、風卓とかに出てきてたかな、他では。まあ、ちょっと曖昧で申し訳ない。いいね、かっけえ。これは骸骨、あららららら、骸骨なんだ。で、骨吹き時、やだ、これと被ってんじゃないですか。じゃあ、でもな、こういうのってさ、レベルアップするのがちょっと大変なんだよね。でもこっちの方がかっこいいし。かっこいい。
はい、西へのバグの噂は、まあ、この動物たちが集まるという山の桜の木の下っていうのは悟り山の桜じゃないかなと思うんだけど、どうかな。あります、あります、正解。いや、まあこの桜ほんと何回見ても綺麗だよね。あ、どこ行っちゃった、どこ行っちゃった、うわ危ない、綺麗、本当に古代の手綱。はい、うん、似つかないガノンドロフとちょっとこれは本当に異色の組み合わせですね心をこれで洗ってくれればいいんですけど、ガノンも。まあちょっとバイクに乗ってきたんだけど、この姿悪いね、本当に悪い。しかも久しぶりの馬神様なんですが、まあ別に馬神様に用があるわけじゃないんでね。馬は家族、その言いつけ私守っておりますんで。あたたたたた、ありました。あーしょー、はい、古代のクラー、これめちゃくちゃ便利だよね、本当に。ちょっと装着してみようか、馬。もう完全にガノンドロフじゃん、これ。ほら、どうすか。サムネを頑張って撮ってるみたいな。わー、なんかもう上流階級になった気分がするわ、すごく。これで、ね、この手綱は、修補の回数を増やすことができる。蔵は離れた馬でも呼び出すことができる。これすごいよ。普通にバイクじゃん。だからこれまでのゼルダではどこにいても呼び出せたけど、それに まんま同じになったって感じだね。じゃあ今始まりの大地に来たんだけど、ちょっと呼んでみるわ。いきます。あ、こういう感じで現れるんだ、すげえ、もうバイクじゃん、まんま。いや、すげえよ。まあ確かにバイクの方が死ぬことはないけど、馬の方が操作は慣れてるから楽なんだよな、すんごい。あ、ほんとだ、2個増えてるし。で、ここ始まりの大地はこうやってさ、城壁なんていうの、1段さ高くなっちゃってるから、これまでは馬をさここまで連れてくるってことは不可能だったわけだけど、呼び出せるようになったんだ。すっげー、馬の方がいいわ。じゃあね、第2弾の方はこの絵兵の噂を残して全部取り終えました。これはね、城に行く時にまとめて取りたいなと思うので、ちょっと後回しにして、残り第1弾の終わってないやつをやっていきたいと思います。はい、どうも、くみつーです。多分動画の途中でここに切り替わってると思うんですけれども、皆さん、パート100ですよブレスオブザワイルドパート100、記念すべき。いやー、ここまで長く続けるとはね、思ってもみなかったんですけどもここまで見ていただいている方、改めてありがとうございます。で、まあ特別なことはね、する全然ないんですけどねこのパートだからといって何かすることがあるわけではないんですけれども、ちょっとお礼だけ言っておきたいと思います。でなんですけれども、うわー、びっくりした、なになになに、どこ、おお、上で寝たんだ、うわ、いないかと思ったら、ごめんね、いたわ、さきさん。で、英傑のね、バラッと無事クリアしたんですけども、早くなんか楽しくてやりたいやりたいみたいな気持ちばっかりになっちゃって、なんか本当はね、カシワさんがさ、なんとかさんとなんとかさんに話を聞いたんですよねって毎度言ってたんだけど、その人に、その人たちにね、話を聞くと専用のセリフをね聞けたらしいんですよ。うん、全然ね気づかなくてここまで来ちゃったんで、もうね、クリアしちゃったからそれは聞けなかったんで、急いでね、ちょっと他の人の動画ね、見てきたら、すごい面白そうな
話してました。なので、まあ、気になる方はね、ちょっと自分でプレイしてみていただくか、ちょっと他の人のを覗いてみてください。であとはね、ちょっとこれなんかね、前なかったんだけど、リーバルの日記ってことでね、多分他のとこにもあるんだと思うんだけど、日記だけはね消えずにこうやって残ってくれてたみたいなので、これはちょっと読んでいきたいと思います。今日行われた呪術大会でまた優勝した。村では僕の連勝記録の話で持ちきりだ。ぶっちぎりの成績と新記録の樹立、水戸族の誇りとも称えられ、悪い気はしない。族長から優勝の褒美を聞かれたので、弓の訓練場が欲しいと言っておった。あの訓練場は優勝の褒美だったんだ。今の僕には上下の落差を訓練できる場所が必要だ。あの技を完成させるためにも。あれですね、リーバルトルネード。今日も一日弓の鍛錬に励んだ。急降下からの上昇にまだキリが足りない。明日も訓練場に行こう。あそこでもっと上手く強くなるんだ。まあムービーでもやってたけど、すごいこう苦労してたよね。訓練場には僕に憧れている子供たちも来たいと言っているそうだ。みんなの修行場にしてもいいかな。ああ、いいところある。明日は気になっていることを試してみよう。あそこの上昇気流、あれを自在に作れたら。お、そうかそうか、ここから生まれたんだね。どうも気な臭い噂話ばかり耳に入ってくる。厄災ガノンとやらが復活するとかしないとか。何年か前、メドって異物が掘り起こされて噂になったけど、あれはガノンと戦うものらしい。ハイラル王国はあれの繰り手を探しているというけど、誰にでも扱えるものって、扱えるってものじゃないそうだ。真珠を操るには強力な聖なる力が必要だという。操れればそいつは強い力の持ち主ってわけだ。やってやるのも悪くない。真珠を操って厄災を倒せば、この力を世界に示すことができる。ハイラルの姫が真珠に乗ってくれと頼んできた。けど詳しく話を聞いてみれば、実にふざけた話だ。お、真珠は援護のために使うもので、厄災と戦う主役はハイリア人のなんとかという騎士らしい。ああ、バカバカしい。どうしてそいつを支える脇役をやらなきゃいけないんだ。いや、面白いね、本当。即座に断ってやろうと思ったとき、ハイラルの姫がこんなことを言った。この大地に住む生きとし生けるものすべてを、厄災の魔の手から守らなければなりません。こんな恥ずかしいことを言えるやつを僕は初めて見た。けど、姫の顔は真剣そのものだった。ほう、ハイリア人ってのは自分のことしか考えないと思っていたけど、あんなのもいるんだな。姫に免じ、返事は保留にしてやることにした。うわ、なんかこんな日記って長い、なんかなんていうの、順応ってこんなに書いてあるものと思ってなかったから。うわ、でムービーに繋がってくんだな。明日、ハイライの姫が返事を聞きにやってくる。この話を受けるつもりだ。あと一歩であの技を完成させられる。皆が、あれを目の当たりにすれば、誰だって厄災と戦うべきは、なんとかという名の騎士じゃなく、このリーバルだと思い直すはずだ。ハイラルの王や姫、それにその騎士自身が僕にひれ伏してお願いする姿が見えるかもな。リトの戦士リーバル様、どうか真珠の繰り手も、厄災ガノンの討伐もお頼みいたしますって。面白いよ、面白い。いいよ、やっぱいいキャラだな。ハイラル城で叙任式に参加し、英傑なんて大層な称号ももらった。名前や格好で強くなれるなら苦労はしないが、まあ、この青のスカーフはちょっと気に入った。あの無口でいけすかない騎士は今日もずっと無表情だった。あいつは何を考えているならや。確かに、あいつの手は立つのが見て、見ればわかる。おうおうおう、子供の頃大人の騎士に伝承って話も本当だろう。でも僕にはかなわない。あの動きについてこれるやつなんていない。あ、そうだ。あの技に名前をつけなくちゃな。何がいいかな。リーバル、台風。あの時は台風じゃなかったんだ、前は。今日あの騎士が村に紅葉で訪れた姫についてやってきた。姫と族長が話している間、声をかけたが、あいつは相変わらずで面白くもなんともない。なあ、リンクはなんでそんなに。無な感じなんだろうね。完成したばかりの大技、リーバル台風を改め、お、リーバルトルネードを披露してやった。反動はなし。こっちもまだまだ成功率の低い中、無理して見せてやったまい。もしかしてこいつは何も分かってないのか。そう思って挑発してみたけど、やっぱり反応なし。これがさ、あの時のあれかな、最近のじゃなくて前の、飛べないんだろみたいな時のムビナノのやつか。張り合いがなさすぎてバカバカしくなってメロに引き上げてきた。おー、そういう裏話があるんだ。なんだあいつは。明日、ハイラルの姫をラネールに送っていくって連絡を誰けるから受けた。あ、これはまたあっちのムービーだ。あの、ラネールってどこだっけ。ラネール。あ、そうだよね。だから、明日、私、誕生日迎えますみたいなとこだよね、多分。朝早くに、麓まで見送って、日の暮れに山から戻ってくる姫とあいつを出迎えるという。どうしてそんな面倒に付き合わなきゃいけない？そう思ったが、ふとあの姫の顔が浮かんできた。真珠に乗ってほしいと頼みに来たとき、あの姫は使命を果たせない焦りで必死だったんだろうな。才能のない人間の苦悩なんて正直わからないが、あの姫の努力している姿は、まあ嫌いじゃない。そうだな、見送りはさすがに行かないが、夕方ひと飛びして出迎えだけはしてやるか。もしかしたら封印の力ってやつに目覚めてるかもしれないしな。いや、確かにこれを読んでからね、全部クリアした方がよかったかもっていうのは確かにわかるわ。うわ、でもいろんな伏線の回収じゃないけど、なんていうの、このダウンロードコンテンツだけのムービーじゃなくて、いろんなとこの裏話が聞けるんだな。はあ、面白い。
別のとこ行こうか。あ、ありました、これだね。読もう。ミファーの日記を読みますか。はい。今日ゾーラの里にハイラ王の表敬団が訪れた。その中にハイリア人で4歳くらいの男の子がいた。名前はリンク。4歳見たい、4歳のリンク見たい。めっちゃ第一印象は元気で笑顔が可愛い、ごく普通の子供かな。確かにさ、なんかミファーちゃんの何ムービーでなんかその騎士ってみたいな、なんか知ってそうな雰囲気あったもんね。やっぱ前から知ってたんだね。うん。話を聞くとリンクは剣がすごく上手で大人たちを次々に任せてしまうんだって。4歳からまったりしてるのやだ。ただ暴れん坊なのか全身あざだらけだから治療してあげた。おお。銃の力を見るのは初めてだったみたい。目を丸くして見上げてくる彼の顔が可愛かった。あたしも見たいよ。たしも見たいよ。めっちゃなんか見たい。ゾーラの里で神獣が発掘された。名前はバルッタ。発掘現場で初めて見たルッタはすごく可愛い。丸くて大きくてお花が長くて。発掘に来ていたシーカー族の話だと神獣は人が操るものらしい。昔こんな大きなものを人が動かしていた。今度も誰かが操ることになるのかな。うん。久しぶりにリンクが里に来た。でも子供の頃と随分雰囲気が変わったみたい。やっぱりゾーラね、と人間のスピード速いからね。何言ってんの。人間の成長するスピードは何倍も速いもんね、ゾーラに比べて。この駅士になり大麻の剣を携えた彼は口数が減り、あの笑顔もなくしてしまっていた。なんで、何が、そうだよね、暴れん坊で何があったのリンク。おう、何があったのって聞いてもリンクは何も言わず、ただ首を振るだけ。背が私より高くなったせいかな、リンクは私の頭越しに遠くを見ている気がする。里を訪れたハイラル王国のお姫様があなたを神獣の栗手にと言ってくれた。厄災に立ち向かうためにあなたの力が必要って、それを聞いた時心が決まった。厄災ガノンが復活したらこの里だってみんなだってどんなことになるかわからない。私にできることならやりたい、みんなを守りたい。それに神獣はガノンと戦う騎士をリンクを助けるための存在だそうから。今日久しぶりにリンクが里に来てくれたので、雷獣山のライネルにみんなが困っている話をした。もう前からいるんだねあいつ。リンクが黙って山に歩き出したので思わず後を追っていった。彼は一人だけで行こうとしたけど、それでも引かずにリンクについていった。山腹まで登った時、不意をつかれて現れたついて現れたライネルに背後から襲いかかられてしまった。もうダメと思った時、リンクが素早く大麻の剣を鞘から抜き放った。ライネルを圧倒するリンクの剣技は速く力強く、そして幽霊だった。やっぱね、そうだよね、今の私もライネルだって。もうめっちゃラッシュ決めちゃうもん。目の前で怒っているのは戦いのはずなのに、リンクのあまりにも美しい動きに魅了された。ね、わかるわかる、わかりますわ。誰かが困っているって聞くと助けに行く優しさ、目を見張るほど鮮やかで強靭な剣の技。私はリンクが、リンクが最後に見せたとても美しい技は回転切りっていうらしい。回転切りか、ライネルで回転切りか、すごいな。槍で真似してみようか。今日ようやくお父様は私が神獣の栗手になることを認めてくださった。厄災の脅威はこの里にとって人事じゃない。ゾーラもできることをやらなきゃいけないって。お父様に涙声で必ず無事に戻ってこいって言われた。泣きそうになっちゃって黙ってうなずいた。だからそれをさ、悔やんでたもんね。なんか認めなきゃよかったみたいな。セゴンは最後まで不機嫌な顔で天井を見上げ、ムズリも途中で出て行ってしまった。二人には申し訳ないけれど、やっぱりリンクを助けたい。そういえば鎧の材料がようやく揃った。そろそろ作り始めなきゃ。まあこういうのあるから余計恨んじゃうよね。なんか、まあ、わかる気もするわ。うん、序認識だった。でも正直言って式のことはあまり覚えていない。その後にとってもいいことがあったから。写真だね。初めての体験だったし、ドキドキしたし、きっと一生の思い出になると思う。あ、でもこれを先に聞いてたら何があるんだろうって思うわけだ。先にね、日記を先に読んでたら。私のお願いを聞いてくれた姫様と、あの時のダルキルさんに感謝。でも、そんな嬉しい気持ちが吹き飛んじゃうくらいびっくりする噂を聞いた。リンクが姫様お月の騎士に選ばれるらしい。やっとリンクにぴったりの鎧が完成した。ねえ、それなー、それなー、それなー。今度リンクがゾーラの里にやってくれるらしい。本当にこれ渡していいのかな。でも、昔ハイリア人の騎士に恋をしたゾーラのお姫様もいたらしいし。おお。そうそうそう。だからこれ、多分、最初の鎧もらった時かな、に言ったけど、その時岡の、ゾーラ姫、ウトちゃんもう、エンゲージリングあげるぞーらみたいな感じで言ってね、あげたから。今回はリンクも姫様のお供じゃないから時間取れそうだし、そうだ、夕方リンクと一緒にルッタに乗ろう。昔々のゾーラのお姫様、私に勇気をください。終わりか。はぁ、ね、リンクは何があって無口になっちゃったの。なんて言って受け取ったんだろう。やっぱり、いや確かに、ね、今ちょっとなんか驚きが来ちゃったわ、すごい今。いやなんかさ、そう、紙じゃ燃えちゃうじゃんと思いながら今走ってきたわけ。やっぱりちゃんとしてんな。ダルケルの日記、はい。いや今ちょっともう20分ってなっててね、録画時間がちょっと怖い。早送りしてるかも。今日から日記というものをつけることにした。その日のことを忘れねえうちに書けばいいそうだ。まあゴロン族は毎日変わり映えしねえ生活だ。チッての違いでも書いておくことは悪くねえだろう。ゴロン族さ、結構忘れっぽそうな感じだもんね、これまでも。
というわけで今日の日記は、そうだな、デスマウンテン山頂のロースイワがうまかった。山の麓で旅のハイヤ人と話をした。今ハイヤは薬剤ガノンの噂で持ちきりらしい。そういえば数年前真珠とやらが掘り出されてデスマウンテンシー家族が押しかけてたな。ハイヤ人の話じゃ、あれは薬剤ガノンと戦う道具でクリティが必要になるってことらしい。でかい、今思えばやっぱでかいな、机が全然違うとこ見ちゃった。あの頃食えもしね、異物なんぞ。ご論族は誰一人見向きもしなかったもんだが、食いしん坊、食いもんのこと考えてたら腹減ってきたな。今日の晩飯は上老水和にするか。私も腹減ってきた、ピザ食べようかな。今日山頂近くで昼飯用の岩を探していると、山腹で魔物どもに襲われている人間が見えた。もう弱そうな見た目の小僧だったから助けてやるかと山を降りた。ところがどうだ、そいつはすげえ剣の腕前だった。俺が着いた時、魔物はあらかた片付けられた後、ミンクだ、こいつは杖と感心していた。その時なんかこれあれかな、なんか無理はしちゃダメですよっていう、なんかミンクとゼルダ姫がなんか倒してた時のムービー関係あるかな。笛に背後から魔物が俺様に切りかかってきやがった。まさかこのダルキル様がハイヤ人の小僧に助けられるとは思ってもみなかったぜ。あいつの剣さばきに認めてくれた俺はすげえ間抜け面をしてたんだろうな、ハイヤ人の小僧の名前はリンク。やつは食うのが何よりも好きよ。そうなの、リンク、まあ、料理するもんね自分で。野菜、果物、着物、それ食えてんのかってものまでリンクは何でも料理してくる。ご論族は岩以外も別に食べれるのかな。食べれるけどいらないって感じなのかな。それならと特上ロース岩を譲ってやった。後で聞いてみたらちゃんと食ったそうだ。リンクは嘘強靭な歯の持ち主な、リンクも。やっぱり人間も岩を食えるんだな。食えないだろ普通、まあ、なんか料理教えてもらったやつ、やっぱ食べようと思えば食べれるんだ。カチコチのなんか何料理みたいな。このダルキル様とやつの共通点は食うことだけじゃない。とにかくすげえ強え。やつが言うには集中すると時間が止まったようになるらしい。俺はやつを気に入った。このダルキル様が背中を預け、共に飯を食らうにふさわしい男だ。よし、リンクを俺の相棒にしよう相棒って言うんだよな結構ゴロン族って。ハイラル王国の姫さんがゴロンシティに来て真珠のクリテを頼んできたので引き受けた。ダルキル様は耐えられたら断らねえのが心情だ。姫さんも喜んでた。ちょっと早く行っちゃった、ごめん。ちょっと時間止めてみて、みんな。話によると種族も年もバラバラだが、今からそいつらと飯を食うのが楽しみだな。まずは姫さんに特上リブルースイワを渡したら喜んで受け取ってくれた。嘘、姫、絶対食べれないって。姫さんはさすがに、おお、なんか笑顔が引きつってたみたいだった。まあさすがにいらないとは言わずに受け取りはしたって感じかな俺は英傑になった。初任式でリンクにも久しぶりに会えたし、いい日だったな。そういや、前に聞いていた姫さんお月の騎士はリンクで決まりだそうだぞ。なんでも試験中に古代のカラクリ兵が暴走してビームを撃ちまくったそうで、それを相棒が落ちてた鍋の蓋で跳ね返し、急所に命中させて暴走を止めたんだと。鍋の蓋使えるんだな、やっぱりこの活躍が王の目に留まって大抜擢。さすが俺の相棒だ。要は試験があったんだね。で、ジャストガードみたいな決めるのか。やっぱ昔のリンクの方がまだ上だないや、負けてないけどね、私のリンクも。ルーダニアのクリテに決まったが、他の3人みたいにうまく真珠をくれねえ。やっぱちょっと器用なことは難しそうだもんね、ご本族。リンクに相談をしてみたら、真珠に押し込まれ、ただひたすら一日中歩かされた。おお、するとどうだ。気づけばルーダニアは俺の思い通りに動くじゃないか。なるほど、習うより慣れるだ。相棒の強さはこういう努力の賜物なんだな。今日の俺に極上サルインワをご馳走してやろう。リンクも生まれ持ったものもあるけど、努力の賜物っていう、そのうちに無口になっちゃったのかな。最近相棒はずっと姫さんの異物研究のお供だ。大変そうだが、姫さんは明るくなったし、よく話すようになったみたいだから、まあいいか。なんでも、一度姫さんと飯を食っているときに、相棒は自分の悩みを相談したと。相談した。まあ多分、まあその、ムービーで、なんだっけ、カエル食ってみたいなやつが、異物の、何、音もしてたときだよね。明るくなってたし。で、悩み相談したのは、あれかな、お地蔵さんみたいなところで、結構最初の方に見たムービーかな。どうしますか、あなたならどうしますかみたいな、悩み相談されてたよね。それを聞いて私と同じなんですね、と姫さんは言ったらしいと。なるほど。だから、なんだっけ、リンクの家系が騎士、この絵、騎士の家系だったんだっけか。忘れちゃったな。だから、なんかそういう才能、あれ違うか、リンクは才能を持ってたから、ってことあれ混乱してきた。まあ、ただ、だから、そういう騎士の家系だから、うまいの当然だろって言われてきて、まあ、もともと才能もあったけども、やっぱちょっと悩んでたのかな、リンクも。で、努力でここまで上手くなったみたいな。きっとあの二人は食い物の好き嫌いが同じってことなんだろうな。おう。ところで最近分かってきたことがある。日記を書くと腹が減る面白いやっぱりな。でもね、分かるよ。やっぱ慣れないことをするっていうか、頭使うとお腹減るもんね。超お腹減ってきた今も。私噛んできたのはそのせいだわ。口が回らなくなってきたのははい、最後だ。
あれ、こんなとこ来たことない。あ、あれ、初めて来た気がする。あれあそこ王宮だけど、あれ、サバークパドルさん、飛びの方です。うん、あ、族長様のスザザダシ様、あれか、パトリシアちゃん、あれ初めて会ったよね。今になって気づいたパトリシアちゃん様は、ちゃん様お告げをしてくれる超特別な砂ずらし様でございます。パトリシアちゃん様のお近くに果物をお供えください。おお、犬と同じ感じだ。ありがたいお告げをいただけますよ。なんだっけ、ぬいぐるみだね、見てたけど。うわ、すっごい、あ、かわいい、リボンついてる。果物子、うわ、初めて、こんな、わー、パチパチパチ、曲芸だ。うわ、どう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 すか、うっ、えっ、こんな感じ、こんな感じなんだ。はいはい、砂漠エリアの南は極所地帯でも、ネッサの装備があれば安心ざるし。うわ、どうでもいい。あ、あった、もう見落としてた見落としてたわ。ウルボザの日記を読みます。昨日、東吉の友、東吉の友、流行る王国の王子がゲルドの町にやってきた。授かった赤子を早く店に来たかったらしい。あ、お母さんか。名前はゼルダ。時折浮かべる笑顔がとても可愛らしい子だ。王子にいて美人に育つだろう。そう伝えると、起業より幸せに恵まれてほしいと彼女は言った。まあ、その時に、なんだっけ、ゼルダ様やって、お姫様って、お母さんが言ってたんだっけ。娘を見つめるその姿はとても幸せそうだった。王妃の葬儀に、わあ死んじゃってる。王妃の葬儀に参列してから少し経ってようやくこれを書く気になった。突然のことで未だに信じられない。彼女との思い出が蘇り、今も涙をこらえている。葬儀の間、まだ幼いゼルダは毅然と前を向き、亡くなった母を送り出していた。その姿はとても立派だったわ。彼女の頑張りすぎが心配になった。まあ、昔からちょっと責任感強い子だったんだな。ハイラル王国へ表敬に赴き、王都の謁見の後、1年ぶりにゼルダと会った。泉に修行に行くという姿、言う彼女が気になり、王の許可を得て同行することにした。おう、彼女は耐え難い寒さの中、日が落ちてもずっと泉の中で祈りの行を続けた。何度もやめるように告げたが、聞く耳を持たない。彼女を水の中から無理やり引きずり出した。うん、やっぱ力がさ欲しいから、もうなんかとりあえずできる限りね、それにすがりたいって感じなんだろうね。やっぱ弱々しい表情で私を見上げた彼女は、課せられた任が果たせない焦りを口にした。歴代の姫がしてきたことがどうしてもできない、そうつぶやくゼルダを思わず抱きしめていた。今日、ハヤル王国からの使者が訪れた。私に真珠の食い手になることを頼みたいそうだ。族長がこのような危険な役目をと危ぶむ者もいるが、この依頼受けるつもりだ。厄災の復活はハイラル王国だけではなく、世界に関わる問題であり、我がゲルドとの関わりも深い。もうすぐゼルダが正式な回答を求め、ここを訪れるという。彼女に会うのが楽しみだ。うん。ハイラル城での除年式に参加。運命を共にする仲間たちと英傑に任ぜられた。ゼルダ、リーバル、ミファ、そしてリンクは、次の時代を築く若者たちだ。私とダルケルは彼らを支えていこうと思う。だが、少し気になることもあった。ああ、やっぱりそういう感じで、なんていうの、役割を考えて願えば、ゼルダのリンクへの態度、理由は想像できるおーおーおー、リンクはゼルダの護衛役にも選ばれたそうだし、仲良くやってくれればいいが。あ、だからさ、ピッてやってさ、笑わせたりとかしてたじゃん、ムービーで。なんていうの、あのゼルダが眠っててさ、リンクが迎えに来て、そういうちょっと場を和ませたいって思ってたんだろうね、きっと。ルボズさんは今日リンクが会いに来た。男子禁制の規定を利用したゼルダに巻かれたという。なるほど。私が知恵を授けてやり、町に入ることはできたが、ゼルダは見つからなかった。前のリンクってかリンクだけど、ちゃんとこういう服着てたんかな。彼女がここに来たら連絡する約束をして、一旦引き上げさせた。彼もゼルダとは違う意味で不器用なところがある。ある意味ではお似合いの二人だ。口下手って感じなのかな。今日はゼルダともにナボリスで異物調査。疲れた彼女は日が落ちると眠ってしまった。ああ、やっぱこのムービーに繋がるんだ。リンクに連絡を取ると彼は驚くほど早くナボリスに現れた。おお、余計なお世話かもしれないが、私にしてやれることはこれくらいだと思い、ゼルダのことをリンクに話した。ほう、あとは二人が自分たちで何とかしていくしかないだろう。まあ粋な計らいですわ。最近ゼルダはよく笑うようになった。リンクとの仲も良くなってきた様子だ。これがあの子の指導による影響を与えてくれるといいのだが。うん、しかし果たして間に合うだろうか。各地で異変や魔物の出現が増えていると聞く。ゼルダに、お姫様に時間を与えてくれと私は祈ることにしよう。神にではなく、あの子の母、私の友に。うひゃー、まあ結局間に合わなかったというか、でもあれがきっかけで力に目覚めたというか、まあちょっとあんまりね、どっちにしろなんていうかもどかしい感じだよな。
わ、これで全部読んだね。はあ、いや、いい日記ですわ。長いけど、口が乾いてきたけど。いや、いい日記だった。気づいて、気づけてよかった。ありがとうございます。じゃ、多分この動画もこれで時間来ちゃってるような気がするので、また次回、じゃあ、ね、いろいろ回収しにハイラル平原の方に向かおうかなと思います。よろしくお願いします。バイバーイ。